紹介預かりましたウイスケワンの株式会社スラと申します。オットキャドで共用モデル、オットキャドで共用モデリングという、題しまして発表を進めてまいりたいと思います。まず目次ですが、ウイスケワンについて簡単に会社の概要と、弊社開発しています共用SIMシステムのご紹介とさせていただきたいと思います。2つ目に、協業のモデリング手法として対しまして、システム開発してますんで自動モデリングとかはできるんですが、その中でも、手作業といいますか作業するところありますので、そこで、新入社員たちだったりとか私自身初めて業を扱った時に困ったところ、を特に重点的にピックアップさせていただきましたので、こちら、ちょっと紹介させていただければなと、本日はこういった流れで進めさせていただきたいと思います。はい、まず会社概要ですが、スケワン株式会社は大阪市西区に、事務所構えていまして、代表安田圭一が2014年に設立した会社であり、今年で会社を10周年を迎えることができました。従業員数はここ2年で、2年前までは10名ほどだったんですが、ここ2年で、成長をすることができまして、39名アルバイト含むんですが、39名となって、今月も1人入社しましたので、今は40名になっております。で、事業内容としては、協業システムを用いた協業3次元設定書サービス、それから、システムをはじめとする開発・販売・保守サービスを行っております。また、施工現場に対しての ICT 技術の導入や、生産性向上の取り組みし、よくプリズムとか、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、そういった取り組みも参加しております。また協業ライフサイクルにおけるデータ交換率より 3D モデリング手法の研究開発をメインとして、事業を展開しております。弊社は共用ビームシムシステムに強みを持っておりまして、共用4件メキシ登録を8件、登録しております。今年も1件、登録申請中ですので、もうすぐ9件になるかなといったところです。共用といってもいろんな種類あると思うんですが、特に鋼鏡メタルの部分にが特に得意なところとしておりまして、そういった上部鋼のモデリングサービスを実施しております。また先もありましたけど、プリズムプロジェクト、2020年から、4現場、参画しておりまして、ビームシムと ICT をつなぐ役割として、取ります。下の写真なんですが、出雲のタチ PC というところで2020年にはロボック賞特別賞を受賞することができました。はい、ちょっと経営理念とかになってしまうんですが、私たちは社会やお客様が抱える課題の本質を理解し、意味の改善活動や、継続的な技術検査変化に対応し、高度なデジタル技術によって社会に貢献しております。また従業員モットーとしては、志高く心を広く頭を低くという、モットーを持って、全従業員、仕事事業に取り組むというところになります。はい、次に開発年表となります。創業当時から、新モデル 3D モデリングの自宅サービスを開始して、その翌年には、初めてのシステム開発、そしてリリースしてますクイック 3D を開発しました。それから、毎年の開発と実装録とか、プリズムプロジェクトを参画しているというところです。黄色で塗っているところが、開発したシステムで、水色で実装録されたところで、緑がプリズムとなっております。今年に入ってからも、4つほど、開発いたしまして、メブリスといった名前で、メタバースを用いた共用施工シミュレーションシステム、VR ゴーグルかぶって、いろんな現場、いろんな拠点の方が同時に同じものを見えるというものと、あとは、天群を活用した連携構造物の設計図面作成システムと、あとシムチェッカーと呼ばれる、3D から 3D を作るもの、それから共用仮設シミュレーションシステムシムブレーを開発したところです。これで詳細についてはまた後ほど触れていければなと思います。
こういったように国交省のシステム、ETC やプリズムの活用と開発によってサービスの標準化を図っております。また学会発表を先ほど触れましたが、20年から毎年発表しておりまして、20年の土木学会を皮切りに、今年も土木学会を3件、PC シンポジウムには1件発表させていただいております。はい、続きまして教養シムシステムのご紹介となります。まず一番上にあるシムガーダと呼ばれるものですが、こちらは公共のシムシステムとなります。公共の上部工、バンゲタ、ハコゲタ、対応しております。今はちょっと古い橋を再現したいという声もありましたので、旧バンゲタとかも対応しておるところです。また、これはちょっと現場に近いような、竣工図に近いようなモデルが出来上がるんですが、まあ、設計情報と連動させて、まあ、設計段階から 3D に参画していけるような開発も現在進めているような状況となっております。で、対応としてましては主構造が主なんですが、付属物として、検査炉や排水装置、変化物などといった付属物や床版や家具工も、詳細度は低いですが外定モデルに出すことができて、まあ、教養全体の出力が可能となっております。また、作った 3D モデルから断面図の作成をしてチェックが容易になったり、まあ、通常計算などモデル作業の比較などオプション機能も充実したものになっております。次にシムコンポ、2番目のところですね。こちらは工場製作によるプレキャストテタ向けの EC テタ橋のシムシステムです。こちらの構造形式はコンポ橋専用のシステムですねとなっております。作成対象はシュレタ青なんですが、属として、PC 版や横ネタ、電気強横ネタ、また BC 鋼材なども出すことができます。こっちには 3D 寸法性アノテーションが書いてあるんですが、これもちろんシムガーナーに出るような機能となっておりますが、 3D 上に寸法性や幾何形状を用いた球体や中心線を捉えた線アノテーションですねを使用することができます。続いてシムボックスですが、こちらもコンクリート橋になるんですが、ボックスタイプの PC 橋製造のものとなっております。こちらもシムコンポと同様ですね、シュレタフォームですが PC 鋼材、また最近は内ケーブルや外ケーブル、横入ケーブルなどを対応しておりまして、結構複雑な四角がスキューがかなり強い橋梁が出てきましたので、どんどん今回アップデートしていっていろんなボックス橋に対応していっているような状況です。それから4番目ですね、シム下部工と言われるものは、先ほどシムガーナーでも触れましたが、下部工外形モデルは、詳細度低いですが出力できますと言いましたが、シム下部工を使えば、橋脚や橋台につくような、検査炉、排水装置などを出すことができて、まあ、詳細度高く再現できるのかなといったシステムになります。こちら開発するまでは、手動でテレモデリングしたりとか、まあ、いろいろツール使ってやったりしたんですが、このシステムを開発することによって、まあ、だいぶ時間も削減できたかなというような感じです。で、1ページ目の最後ですが、シムプランといったものがありまして、こちら道路中心線のみを使って、詳細で200程度の 3D モデルを素早く作成するシステムです。こちらの用途としては、予備設計や外落設計などの際に、どんな橋がいいんだろうかとか、そういうチャンスの際に使っていただけるようなところを想定したシステムとなっております。はい、次にシムスラブと言われるものですが、こちらは床版の背筋モデルを自動作成する装置となっております。また3次元モデルに加えて 2D 図面も作成支援していますが、まあ、設計段階とかそういったところにもご活用いただけるのかなといったところです。去年これ今年かなリリースさせてもらったんですが、なかなかちょっとクロート向けなシステムとなっていましたので、今年のアップデートでもっと簡単に誰でも触れるようなものになればいいかなというところで改良を進めているところでございます。
ここまで6つは 3D モデリングを自動作成する、自動的に行うようなソフトだったんですが、じゃあシムブレーン、これシム同じ読み方なんですが、こちらシミュレーションのシムとしてまして、シムブレーンという共用仮設シミュレーションシステムというもので、オートデスクさんの製品だとナビスワークスでアニメーターといって、まあ、そのアニメーションを作る、クレーンだと旋回のアニメーションを作るみたいなことをやってたんですが、これもオートキャドのアドインソフトとして入れしまして、あらかじめ登録されたクレーンモデルをスライダーとかの直感的な操作でどんな動き方をするのか、それによってアウトリガー反応がどうなるのかといったところがシミュレーションできるようなソフトになっております。こちら今ネテス登録申請中で、おそらく今年中には登録できるのかなといったところです。またここまでは親切向けのソフトだったんですが、次のキュアスラグといったところでは、床版更新、床版取り替え工事、リニューアル工事ですねに向けた床版の割り付け案を自動決定するようなソフトを開発しております。最後2つはちょっと詳細的な、これからどう使っていくかというところなんですが、SIM チェッカーというところで、共用の SIM 詳細システムとなっております。こちら作成した 3D モデルを二次元図面や帳表、などで出力し、図面化していくというところですね。3D モデルを受領したのはいいけども、これが本当に合っているのかどうかというような確認できるようなものになっております。で、最後新 PDF になりますが、こちらは3次元モデルに属性情報を付与できるようなソフトになっております。こちら PDF で開くことができて、内容も 3D で確認することができます。で、必要な部材をクリックすることで、その部材がどんな板つ、どんな材質を持ってて、どんな変更距離をされたのか、いわゆる属性情報ですね、付与して閲覧できるようなソフトになっております。これ以外にもいろいろあるんですが、代表的なところに対しましては以上となります。はい、こちらが詳細度マップになりますが、やはり詳細度、モデル詳細度高いものを作ろうとすると一定の入力量が多くなるということで、このような詳細度マップを表しております。必要な、橋の種類、それから目的によって、使用していただくソフトを選定できるような形となっております。はい、次に、今まで紹介してきたソフトの、特徴なんですが、まず一つ目に、数値入力による3次元モデルを作成するというところで、AutoCAD の操作は一切必要ありません。図面にある不要な、線形座標とデータ連動いたしまして、設計情報をシステムに入力していきます。それだけで、システムを実行すると3次元モデルが生成されるというような形になります。また情報としてはデータ、システム内に持ってますので、断面図を作ってチェック用に使っていただくとか、あとは数量情報などを出ますので、材料発注される中に利用できるようなものとなっております。それからデータ入力のフローの一例としましては、まず線形図を読み込む、データ情報を入力、あとは、床組などの情報を入力して付属物といった入力のフローとなっております。データ数やスパン数、これ横断数なんかは、共用線形座標から自動習得できますので、入力するものといえば、そんなに多くないかなというようなところで設計情報を入力していくような形になっております。特徴の2つ目ですが、3次元アノテーションモデルの出力がすることができます。例えば排水マスの、座標を超える、エレベーションですね、どの高さにあるのかとか、あとは、部材の情報では四隅の板図なんかも出して、この形がどんな形しているのかっていうのが数字情報とともに 3D 上に出力されるので、パッと見で分かるかなといったところと、あとは補足幾何形状ですね、
3D モデルをただ見なすのではなくて、このモデルの中心はどこにあるのかとか、モールド線を用いて表しております。あとは格電情報とかですね、それぞれに球体とかも配置していますので、つるんとした 3D モデルじゃなくて、いろんな情報が、持った SD モデルが出力できるような、そんなソフトになっております。はい、3つ目ですが、NIMSIM の設計調査シート、また数量の、シートが Excel 形式で出ます。なので、カティチェックが容易に行えるかなといったところです。入力は人の手でやっていきますので、ちょっとした間違いとかも出てくるかなというところではあるんですが、しっかりこういうチェックできるようなシートも出力することで、品質の担保も使っていただけるのかなというところと、あと水量の材料情報ですね、板取り図というものが CAD で出てきます。こちらは原寸といったわけではないんですが、このままこの通り作ればいいというわけではないんですが、これもあれですね、これぐらいの大きさのものが必要になってくるので、材料手配の際、どの部材がどれぐらい必要かというところが採取できるようなものを出力しております。はい、またチェック関係ですね、断面図自動出力ができます。各点1及びや、任意の断面でも設定することができるので、作った 3D モデルからずれるかというところも自動でできるようになっております。こちらもですね、今出来上がっている図面を入力して 3D モデルを作っているんですが、例えば、設計情報と連動させて 3D モデルをいきなり作っちゃう、それから、図面化をしていくというような新しい設計フローにも携わっていけたらなと思ってまして、こういう機能を持たせております。ここまでが共用システムのご紹介なんですが、実際に弊社 YouTube をやっておりまして、このシステムがどんなイメージで動いているのか、ちょっと動画で見ていただけたらなと思います。これが今線形図を取り込んでいる状態で、線形情報が入った CAD を選択して持っていくということで、CAD が DWG が自動的に立ち上がっていくことになっております。あとは該当する箇所ですね、これ線形図が出ているんですが、そうするとシステム内に情報が取り込まれるといったところで、それぞれ各点だったら C とか S とか頭が映ってますね。そこら辺は自動で読み取って判断しております。設計上の入力ですね、これ今桁高、シルエットの高さを入れているところです。こちらも図面からちょっと読み取って入れていくことになるんですが、数値入力だけですね。で、今はブロック数を入れているところです。シルエットが何ブロック必要なのか、その長さがいくつでどれぐらいの幅であるのかというのと、あと材質もここで入れることができるので、後から属性情報が必要になった際も、このシステムから情報が拾ってくれるというような想定で行っております。で、種類体につくような包合材関係ですね、こちらはいろんな種類あると思うんですが、代表となるようなこのダース材質を登録しておけば、この材料がどこどこにつきますよというような設定で出力することができるといったようになっております。
からこの入力形式はちょっと Excel をベースにしておりますので、コピー&ペーストで、まあ、貼り付けすることもできます。また、色付けなんかもできますので、例えばこの箇所をちょっと入力を工夫したよとか、いつもと違うことをしたよってあれば色を変えるとか、先輩の人がチェックしたときにここは間違えてたよとか、まあ、色付けるというような感じで使ったりします。また入力説明図も充実してまして、最近だとちょっとホームページに行けば入力の動画なんかもありますんで、まあ、こういったところで入力支援ですね、分かりやすくというところを意識してやっております。弊社としても 3D モデリング業務というのを受けてますので、このシステムを使って 3D モデリングを進めていくわけなんですが、まあ、我々に引き合いをいただければいただくほど、この入力説明だったりシステムの機能向上が上がるといったところで、まあ、下請けというよりかは情報サービス業といった形でやらせてもらっているというので、今はもっと分かりやすいというか、充実した内容が揃っているのかなというところです。こちらがチェック関係ですね。これは何だろう、線形リストからブロックの長さだったりとか各点までの長さを一応出るようになっていますというところと、あとは複数選択肢で実行しますね。で、これが今モデリングは実際に出力されてスタジオ上に吐き出されたというような形ですね。それぞれの名称ごとに DWG を分けて出力されまして、まあ、一気に出しちゃうと挙動重たくて動かないよとかあると思うんですが、まあ、後でナビスに統合させるというのを前提にして各部材に出力できるようにしております。ただまとめて出したよという声もありますので、今は対傾向と呼ばれる部分と横向と呼ばれるもの、これを合わせて出力しているところです。こちら一つの DWG にまとめて出力することもできるような映像になっております。今ちょうど流れているところなんですが、まあ、情報量が多くなってしまうとちょっと出力にちょっと時間がかかってしまうようなところもあるんですが、まあ、この間に別のパソコンで作業していただいたりとか、まあ、パソコンに働いてもらって、まあ、人間は他のことをするとか、まあ、そういう工夫もしていただけるのかなと考えております。で、今までこれまでは子構造が出てましたが、次は付属物関係ですね。これが今検査を出力しているところです。最近は桁外検査炉といってシューターの外にもつくような検査炉が増えてきたんですが、こちらはまだ未対応となっておりますが、まあ、桁内の検査炉であればこういうふうに出すことができて、あと排水装置ですね、こちらも出すことができて、あとは床板に排水マスの穴を開けたいということなんかもシステム上で確認できるすることができます。でこちらが、全て出力したようなになるんですが、まあ、しっかり寸法線と、あとはどの端の名前ですねをしっかり入れた状態で、またアノテーション球体ですね、この確定がどこどこですよというのが分かりやすく出てるのかなといったところです。早いですね。公共だとこういう構造物とか部品情報が結構ありますので、これでだいたい1週間から2週間ぐらいかかるんですが、まあ、手作業に比べたらだいぶ、時間短縮ができているのかなというようなところですね。
で、もう一方、コンクリート調です。こちらは新コンボと呼ばれる DC コンボ調に特化した、自動生成システムの動画です。概要としては、書いてある通りですね。から、背筋等は出力されませんので、詳細としては300となっております。システムの特徴ですが、まあ先の動画の SIM ガーナーとほとんど一緒ですが、キャドの操作は必要なく通信力だけでできるというものになっておりまして、まあ、コンクリート橋なので部品情報も工場に比べたら少ないというところで、まあ、大体2日程度の作業量でモデリングがすることができます。でも操作としては先ほど同じですが、請求情報を取り込んでおくというところです。ほとんど同じですね。寸法図面から請求情報を入力していくという場合はですが、まあ、入力の情報は工場に比べたら少ないですね。こちら完了というところです。ちょっとこの動画はかなり3年前とか古いものなので、また新しいものをどんどんアップデートもしてますので、そうとあればホームページに行っていただければパンフレットと用意しておりますので、ぜひ行っていただければ嬉しいなと思います。はい、ここまでが、弊社の、システムの紹介でした。それからは共用モデリング手法として、システムで本当は出るんですが、我々は、下請けの 3D モデル屋さんじゃなくて、まあ、システム開発会社として、より良いシステムを提供していこうと、まあ、そのために試合いただければより良いシステムが提供できますよと、たスタンスで、仕事を受けしているようなところで、CAD の操作やっぱり最初新入社員に教えることがあります。で、当然私も、練習と研修といっぱいしたんですが、その中で、特に難しかったなと思ったところをちょっと紹介できたらなと思います。それがですね、この UCS を用いた打ち合わせという内容になるんですが、3.UCS というコマンドが AutoCAD にはあると思うんですが、よく聞くと、まあ、図面間別の図面にモデルを移動させたりとか、まあ、そういった場面で使う、UCS を用いた打ち合わせかな。 UCS はXYZ を合わし直して起点コピーして別の図面に貼り合わせるというような使い方をされている方が多いかなといった印象なんですが、これを用いれば、2次元図面で描いたような断面図を3次元にプロットさせて、まあ、これだとシェルターが作ることができるというような動画になります。こちらは、線形スカイプに飛んだ線形モデルが入っております。これをもとに橋梁のモデリングは進んでいくんですが、シエータ、これ断面図が箱データですが入ってて、赤く丸しているところがその線形図のプロットする点になります。こちらはまず UCS、XY を合わせて起点コピーをすると、このコピーするときにデータ合わせたところを全部作る。でそれと同様に線形モデル上でも同じようなところで XYZ を合わせる。でコントロール V で配置することで、今平面上にあった断面図が 3D モデル、線形モデルにあった状態で配置することができると。
この操作感にですね、XYZ の合わせ方っていうのもだいぶ苦労してるかなというような印象を受けておりまして、この線形モデル上に新たな平面を作るというような感じ、イメージで合わせてるんですが、これを、確定上全部で迷っていくというような感じになっています。これシムガーダーであれば、この操作をまあ自動でしているというイメージで持ってもらいたいと思います。また、板厚が変化する際ですね、ロフト指定 3D モデル化していくんですが、板厚が変わったたびにこういう、また合わせ直して、コピーをして、で、起点を渡して、この断面と同じところに XYZ と合わせて貼り付けていく。で、同じ板厚次第で同じ位置に配置するというようなことをやっております。こちらも、テレントに合わせていくという感じです。ちょっと繰り返しになるので、飛ばし飛ばしで。ですね、弊社創業当初はシステムなんかもなかったので、まあ、こういう作業を一つ一つ手で行いながらモデリングをしてたということになりますね。こう 1K 間にも満たないようなシエタですが、まあ、これだけで10分ぐらいかかってますので、まあ、全部作ろうと思ったら、まあ、すごい時間かかるなというところが創業系かなと思います。で、今全て断面が入れた状態なので、これをロフトしていくことで、シュータのモデル化がすることができます。ところです。今、ロフトなので、同じ板2じゃないと、ちょっと波打ったりした形になると思うので、板2変化することに当てて、ロフトをしていっているというような状況ですね。地道にやってますが、これもツールとかを作ればオートロフトといって、まあ、同じ断面にあるようなところは、まあ、自動的に判別してロフトするっていうようなツールも作ることができますので、まあ、それを組み込んだシステムがシムガーダというところでもあります。で、こちらができた感じですね。のシステムであれば、まあ、パッと出てきたものが、まあ、作業するとこんなに時間がかかって、まあ、UCS ですね、XYZ も一個一個合わせながら、まあ、こう貼り付けしてロフトしているんだよというところを、まあ、理解して我々作業していると業務に当たっているというところでございます。ちょっと次のページにおさらいを書いているんですが、ちょっとメモ欄をつけて、まあ、メモしていただきながら、で、今のは上部工でしたが、次は下部工ですね。も同じように、橋台に対して、チェーンサロンから排水と貼り付けていきます。こちらも、手作業でモデリングする際はこういった平面図から、プロットしていって、まあ、モデル化していくと思うんですが、まあ、それを打ち合わせするのが、まあ、初心者の方にとってすごく大変だなと、難しいなというところがありますので、こちらもさっきと同じように UCS を用いた起点コピーと貼り付けで、することができますというところです。こちらもですね、私はさっきは線形モデルのところで赤い基準点を置いてそれを起点としてたんですが、今はこれ下部項の端部を起点の球体に置いて、そこを基準に X 軸で上側に Y 軸と設定してコピーしています。図面化を渡りで、
地も調整しながら、に入り合わせられているというような操作ですね。これで、しっかりとその球体と角が、鏡台の角がしっかり一致しているということを確認しながら、正しい場所についているというところで確認しております。こんな感じですね。で、株高排水についても同様ですね。わざわせに行く鏡台を外部参照で読み込んでおいて、株高検査の中排水が通すような、ちょっと角くさして穴を開けたりというような処理もしたりするんですが、まあ、それも合わせておくことで整合性の確認も同時にできるかなといったところです。こちらもですね、排水装置、図面からプロットとして作っているんですが、株高のターンとなるところに球体を置いて、それを基準として XYZ を回した状態で蛍光をしております。正しいところに置けて、まあ、あと株高検査炉と排水の取り合いなんかもしっかり確認することが今できているような状態ですね。こういった位置合わせ関係ですね、やっぱり橋梁と僕の分野はそうだと思いますが、座標をもとに構造物が並んでいくと思うので、こういった UCS 健康病を用いた位置合わせっていうのは、手作業でコーディングする際には非常に重要なところかなと思っております。なので今回ちょっとこういう手法を紹介させていただきました。でまたこれ簡単な手順を書いてますので、ご活用いただければなと思っております。はい、それからですね、シムガーダーいろいろ構造物採用してるんですが、ちょっと未対応の部材もあります。その中の一つでこのマンホールですね、まあ、これは手作業でやっていただく必要があります。あのダブリングなんかただ単に蓋するだけだと対応してるんですが、こういう開閉式のものっていうのが対応してなくて、こちらも、手動で削除しているっていうようなところです。ただ大体形は決まっているものが多いので、ある程度 何パターンか用意しておいて、で作り貼り合わせて位置合わせて、構造物の中に組み込んでいるといったところです。で一番気になるというか見たいところは、マンホールがちゃんと開け閉めできるのかというところを確認したい、ユーザー様お客様が多いので、チームでモニリングした場合は開閉軌跡なんかも入れて、UCM モデルとして、旋回として納入しております。今回その作り、開閉軌跡どんな感じで作っているのかなというところをご紹介できたらなと思います。ではですね、開閉する蓋のところに二次元でポリラインが引いているところです。でいきまして、この蓋を回転させるわけなんですが、特に 3D なんで 3D ロテートを使う方も多いかなと思うんですけども、今回はこの UCS を用いて XYZ を縦方向正面側に設定し直して二次元ロテートとしています。まあ、こっちの方が確実にマンホールに対しての回転軌跡が描けるのかなというところで、こういう手法を取っているというところですね。それから、コピーをしながら、回転させて
ますというところですね。ちょっと今回は90度で開けてるんですが、本当はもっと100人数とか開くと思うんですが、ちょっと90度で作っていると、分かりやすいですね。90度で作っています。で、さっきは、全体蓋も全体回転させたんですが、2段階目としてその二次元で描いたボディラインだけを回転させながらコピーしているというような状況ですね。でこれは45度方向にパッと回転させます。じゃあちょっとだいぶ見にくいんですが、真ん中に赤い線だけが出てきているような状況です。まあ、これをロフトすることで比較的簡単に開閉奇跡が作れるのかなというところですね。あとはそうですね、レイヤーなんかまとめ替えて、開いたマンホールが開いたよっていうレイヤーと閉じてるよっていうレイヤーでちょっと分けてすることで、まあ、湿っているところのレイヤー表示にすることで、まあ、開いた状態が残るような書き方もすることができるというところです。このマンホール作図したらまた、UCS を用いた位置合わせ規定コピーで、今回はですね箱データなので各点ダイヤフラム、まあ、桁に入っていく一番外側の部分、こういうところにですね貼り合わせにしていくというようなところですね。今作業しているような状況ですね。で、先ほどは、球体などを置いて基準点を置いてたんですが、まあ、今回はそういうものが近くにないということで、まあ、穴の中心を狙いに行こうというところで、締めている状態の蓋の中心の位置を起点として置いて全コピーしている状態ですね。で、貼り合わせる面に同じように XYZ と UCS ですね、合わせ直して、で、貼り付ける際に真ん中に行きますよというところで起点を選択するというような流れですね。これで、完成という感じですね。で、マンホールが開くのか開かないのかとか、何が干渉しているのかっていうのを、一応ナビスワークスではクラッシュディテクティブっていう干渉を確認するものがあると思うんですが、一応オートキャド上でも干渉確認のコマンドがあるので、それで、パッと確認することができるかなというところで、こちらの場合を用意しております。開閉奇跡も 3D ソリッドで作っていますので、 3D ソリッド同士なんで、これ実際の物件で本当に当たっててこういう報告したんですが、こんな感じで赤い部分が当たってますよというところで、まあ、面積なんかも出したりますので、こういう報告ができるというところで、ですね、はい。当たっている箇所だけがしっかり残って、この分だけ、まあ、高く移動させてあげないといけないとか、まあ、横についてた補強リングなんかの位置を変えないといけないなとか、そういう判断にもなるのかなというところで考えて